じゃあ、10時50分なんで始めますかね。まだ後から来ますかね。昨日の話を簡単におさらいしてからやろうかなと思います。データサイエンスってものを今回話していくっていうので、なんかパラメーターの最適化っていう問題に陥るっていうので、そういうものを解いていけばいいっていうので、例えばこういうのじゃなくて、こういうフィッティングを人間が手を加えることなく、プログラムに勝手にやってほしいっていうようなことをやっています。機械学習ですね。この講義では結構最適化を具体的にどうやって計算しているのかのところをフォーカスして話しています。で、数値計算で、ちょっと初等数学だと足りない部分が多いので、いろんな行列分解を、紹介して、LU 分解、下三角と上三角に分解するとか、QR 分解っていう、Q が互いに、直交な列ベクトルで、成り立っているような、分解でしたり、固有値分解、こういう列ベクトルが入っていて、互いに直交していて、かつ真ん中が対角っていうのとか、特異値分解、その前に、相似変換でこういう行列の対角化は計算していくっていう話をして、こういうなんか行列に左右から繰り返し直交行列をかけていくっていうふうにすると、徐々に行列が対角化されていくっていうので、その具体的な計算としてヤコビ法、ハウスホルダー変換っていうのを紹介しました。で、ハウスホルダー変換は三重対角化なので、それをさらに対角化するってところで QR 分解が使われていて、さらにその QR 分解自体もハウスホルダー変換で実装されています。で、特異値分解っていうのは、あるデータ行列 X の、XX 点値行列の固有値分解と、X 点値 X の固有値分解の、固有ベクトルの行列が各々 U と V ってなったときに、この U と V を両方併記して、書いたやつですね。で、左特異ベクトル U って書いてますけど、固有ベクトルですね。XX 点値の固有ベクトルです。で、こっちはデュアルな固有ベクトル。X 点値 X の、固有ベクトルで、右特異ベクトルとも言います。で、真ん中の対角行列は、特異値分解の時は特異値といって、固有値の、二乗根になっています。で、こういう行列分解を使っていくと、例えば連立方程式解くのに役に立つみたいな話をして、で、ようやく PCA の話をして、PCA というのは、固有値分解、特異値分解そのものですね。で、いろんな解き方があって、固有値分解、特異値分解だけじゃなくて、べき乗法というのでも解けたり、勾配法っていうので解けたり、ALS っていう、これ線形回帰してるだけですけど、最小事情法の正規方程式を使って、この S と T 交互に推定していくっていうのをやったりして解きます。次、NMF の話しました。NMF のパーツとしてパターンが取り出されていくっていう、の性質が面白いねっていうことで。PCA とかだと、例えば顔写真だと顔全体の輪郭だったり背景だったり、結構そのグローバルなパターンを取り出す傾向があるんですけど、 NMF の場合は目と口と鼻とか、そういうなんか顔のパーツパーツを取り出す傾向があって、でまずそこです。
まあなんか理論的になんでそうなのかみたいなのはまだ正直なところよく分かってなくてですね、もし調べたんですけど、その最初の1999年のそのリー&ソングの顔写真の NMF の論文がすごく注目されて、なんか知らんけどその顔をパーツとして取り出せる、あのパーツオブフォーインタープリテーションができるっていうことでなんか言っていたんですけど、その後の論文だとなんかそういう結果にはなってないとかいうふうに言っていて、なんかまあデータ依存なのかなっていう気がしています。まあ、正直なところよくわかんないですね、なんでそうなのか。で MU 速っていうのでこの NMF が計算されるっていうことで、まあなんか3通りの導出の仕方を紹介してみました。で、ハンズオンもやってみたと思うんですけど、ちょっとハンズオンの、結果の解釈を僕はちょっと間違ってたんで、もう一回説明します。はい、もう一回あの顔写真の解析見ていきますと、92×112 のピクセル画像で40人分で 10通りのアングルで撮ったデータベースですね。で行列数 X っていうのが92×112、まあ、なんかこう顔があるわけですよ。で、あの縦横で数字が配置されてるんで行列みたいに思えちゃうんですけど、これをベクトルとして扱って行列化しています。だから 112×92 で10人分あるとして解析したしています。でこれがデータ行列 X だとして、PCA の場合はこれを U シグマ V 点値だとして10、10、10、10で、この X の各行の平均値が0になるようにした後に、特異値分解していて、そうするとこの U シグマ V 点値のこの U のところっていうのがちょうど 112×92 の長さのベクトルがこう10本入っている状態になります。でこれを例えば1番目のやつを見たいのであれば、もう一回ですね、 92×112 の、こう形に直してなんかこんな感じの固有顔っていうものが出てくると、アイゲンフェイスですね。なんか固有値分解がアイ
アイゲン、なんで、デコンポジションなんで、PCA 使った解析のことをなんか、アイゲンフェイスとか、アイゲンワームとか、なんか、アイゲンなんとかっていう名前を付けたりする人が結構います。この PCA コエフィシェントっていうのが、この、もうちょい。すいません。この U の、10本のベクトルをここで見てるのがこれですね。で、NMF は、W と H に分解するんですけど、これも同じように 112×92 の長さのベクトルを、こういう 92×112 の形に戻して見ています。で、その逆にここの部分をスコアとして、こっちも NMF も H をスコアとして、このデータの圧縮次元での分布を見ています。でですね、ちょっと昨日解釈を間違えたのが、色が反転させてみないといけなかったみたいで、元のこの画像が、黒から白に行くほど値が大きいっていう、ものだったんですけど、だからまあ同じ、方向でこの、W も見てたんですけど、リー&ソングの論文で鼻とか顔が取れてくるみたいな説明は、なんか黒い値の方が値が大きいっていうふうにして、説明してたんで、ちょっとそっちに引っ張られて逆向きで解釈しちゃったんですけど、なんでちょっとそっちの D& ソングの論文に寄せて色を反転させて、もう一回見てみますと、こういう感じの、結果になりました。で、まあ、パーツとして取れてるかもしれないですね。この額の部分だけ注目しているのが9番とか、10番がこの背景のこの右肩のところ、8が顔の右半分とかですよね。まあちょっと光が当たった、こっちから当たってたのかもしれないですけど、これがまあ、髪の毛ですかね。まあでも結構顔全体のこういうパターンとかも取れてくるので、まあ、必ずしもそんなにパーツで取れてくるかもちょっと、データによりけりだろうなとは思います。はい、こんな感じです。あとはそうですね、ちょっといくつか質問が、うまく答えられなかったやつがあるので、帰ってからちょっと調べてみた話をいくつか紹介しますと、待ってください。NMF の、ベータダイバージェンスの定式化で、NMF の最後の方ですね。ベータダイバージェンスっていうもので定式化すると確率分布を自由に切り替えられるっていう話をしていて、で、なんか田口さんがポアソン分布と、ラッソのエズワン生息化が関係するから、なんかポアソン分布がスパースな性質
を与えてるんじゃないかみたいな話があって、まずそっちを調べてみたんですけど、多分田口さんが言いたいのはラプラス分布じゃないですかね、うん、であればちょっと納得できて、確かに、事前分布をラプラス分布とした時の、まあ、ベイズの回帰モデルは L1 生息化と本質的に同じだっていうのは、そういう話はあります。でラプラス分布はじゃあ NMF で使われているのかっていう と、ラプラス分布は、まあ、地域がマイナス無限大から無限の範囲の確率分布なんですけど、 NMF はもう地域が0以上っていうのが分かっているので、ラプラス分布は使われないんですけど、0以上無限大の、ラプラス分布はガンマ分布なんで、でそのガンマ分布を、使っているのが板倉サイトダイバージェンスです。で板倉サイトダイバージェンスの NMF は、まあ、確かにスパースです。後でちょっとデモをお見せします。うん、本当はまずいです。負の解は出てこないですけど、ただ設定値、はい、なりますね。加減があったら壊す。ちょっとわかんないです。また調べておきますね。あともう一つ田口さんの質問で、これなんか NMF で出てくる KL って普通の KL じゃないよねみたいな、これ一般化 KL ダイバージェンスってやつで、ここに B と A っていうのが出てくるんですよね。これは確かに、僕も KL だと思ってたんですけど、確か一般化 KL ダイバージェンスというもので、このデータダイバージェンスベースで導出されて出てくるもので、確かに NMF の文脈でしかあんまり見たことがないんですね、うん、ただの KL じゃなかったです。あとはNMF でいろんな確率分布が提案されていて、例えば T 分布をベースとした TNMF とかあります。で T 分布は結構シャープな分布なんで、外れ値にも強く。そうですね。だからなんかゼロ近辺の値っていうのははみ出てマイナスまで含んだ分布になっちゃってるんで、いやでも解としては出てこないですね。はい。一応TNMF の時の、MU はこういう形になっています。結構ぐちゃっとしていますけど。あと ラプラスはないんですけど、複素数まで拡張して複素ラプラスみたいなのを言っている人がいて、日本人が考えてるみたいですね。あまりよくは知らないですけど、
TNMF とかですね、板倉サイト NMF とか、ちょっとあまり複素数得意じゃないので意図はよく分かってないです。あとは、そうですね、ちょっとこの確率分布の切り替えによってどういうふうに解析結果が変わりうるのかっていうのをデモしてみましょうか。R で解析してみますが、僕が、開発している N テンソルっていうものがあります。この辺の NMF の手法はもう片っ端から実装してるんですけど、あと可視化のためにフィールズってパッケージを画面を見てコーディングするのがむずいですね。で、NMF の、計算がうまくいってるかのデモデータを作っていて、トイモデルっていうのにいろいろ格納されてるんですけど、100×300 の行列です。どういうデータかっていうと、こんな感じの行列ですね。あくまで計算がうまくいっているのか確認するためだけのデータで、でも現実世界でもこういうようにこうブロックみたいなのがこう行列に入っているようなイメージで、例えばここの行からここの行までほとんど同じですよね。全然一次独立じゃないので、現実世界のデータはランクが潰れています。この、だからな、この行列はランクいくつですかね。行で見るなら1、2、3、4、5だし、縦で見るなら1、2、3、4、5、6とか、まあ5ぐらいじゃないですかね。まあ、こんな感じ、こう、よく分からなかったりします、ランクというものは。これ活かせるのかな。あ、ダメだ。じゃあちょっとこれをキャプチャーしておきます。画面を小さくしまして、こんな感じですかね。はい。で、じゃあこのデータに実際に NMF を適用してみたいと思います。ランクは5ぐらいかなと思っているので5としてみます。誤差はフロベニウスノルムで、何回イタレーションを回すかっていうのは、30ぐらいでいいんじゃないですかねっていう感じ で計算の過程を見るオプションとして Biz っていうのがあるので、これをやっていくとこう、最初ランダムな初期値からこう徐々に
この計算してこう上の状態に近づいていると思います。これ一回この WH 分解したのをもう一回この形に戻して、まあ、同じサイズの、再構築の行列っていうのを作って、見せています。あ、大丈夫です。こんな感じですね。まあ、こういうふうにしてこう、まあ、概ね上と似たような構造が捉えられていると思います。じゃあ今度は KL でやってみましょうか。まあ、なんとなく経路の方が滑らかな感じがしますね。こんな感じでこう適切にランクが選べた場合は結構、ランダムな初期値でも毎回構造はうまく捉えられていたりします。でじゃあ問題の板倉斎藤ダイバージェンスですね。真ん中が青い、これ、まあ、そういうことですね。まあちょっとここの値、なんていうこっちに取られちゃってるんじゃないかなと思って。全体を最適化しちゃって、ちっちゃいところに合わせて、はいはい、必ずしも面積が小さいところを合わせるっていうことで、全体にするには気をしないから、面積が悪くなっちゃって、繰り返すと、ちょっと難しいな、一回お願いします。いや、そこの黄色いところって面積小さいじゃないですか。はいはいはい。そこが合ってるか合ってないかって、全体の残算に対してあんまり影響がないです、ね。ああ、なるほど。無視しても面積で見るとこう合ったらいいと思うと、物質が固定されちゃってると下の方を優先して上を無視したっていうのが残算に引けるなっちゃうからこうなっちゃってるのかなと思って。ああ、そうだと思いますね。だから値が大きいところとか、このエリアの面積が大きいところとか、そういうところが重要視される傾向はあると思います。あとは板倉斎藤ですね。確率分布でいうとガンマ分布でかなり尖った分布で、外れ値を、許容するような、ので、まあ、こんな感じになるんですよ。なんとなくうっすらとこういう構造は取れてるんですけど、めちゃくちゃ大きい値を見積もるような傾向があって、こんな感じですね。ミックス解析とかでは僕は全然使わないんですけど、IS を好んで使う人たちもいて、まあ、それが音声の人たちですね。まあ、ちょっと音声のデータ触ったことないんですけど、かなりこうシャープな、何ていうんですかね、大体こう同じところにいるけど、たまになんかすごく大きい値が出てくるみたいな、そういうヘビーテイルで、先っぽが尖ったような分布でデータが出てくる分野だと、なんか使われているみたいです。これでなので、まあ、結構分布が違うと解析結果は変わりうるんですけど、ただフローベニウスのルームとケールはそんなには違わないですね。ケールはそんなに、スパースな解にはならないですね。はい。じゃあこれで昨日のおさらいをしてみたんですけど、何か質問とかありますか？はい。一番最初の
あ、はい、あれ、フロントのストレージチェーンのところのどこに、関数のところですね。関数の、コズベックをリバースっていうので反転しただけです。大丈夫ですかね。はい。プロジェクトコネクトなんだけど、さっきの賃貸物の壊れてたやつですか。経営での時の、はい。それとだから、説明やってるのとか、一番目の壊れてたみたいですから、全体の再生機関とはどういうふうにやっちゃうと壊れちゃうんですか。ああ。だから割とこういうのを使いにくい、NMS とかめちゃくちゃ上がっちゃって、何もいなくなっちゃって、ありがとうございます。でもその話とパーツが取れてくるって言われてる話ちょっと違いますね。どっちが正しいんだろう。いや、その小さいパーツ、パーツの費用が小さいと潰れちゃうんじゃないですか。そうだと思うんですけど、でも経験的にはパーツ、ちっちゃい、面積がちっちゃいところが取れてくることが多いとも言われてるんで、ちょっとこのデータの作り方が悪いのかもしれないですけど。どっちも経験的に言ってるだけなんで、あんまり一般論は分かんないですね。データが違えば結構状況が変わりそうな気がします。はい、2限は何時まででしたっけ。12時20分でしたっけ。12時半まで、はい、終わりです。じゃあ、まあそうですね、切りがいいところで、はい、じゃあ2日目の内容に入ります。今日は ICA と、CA と MDS と LE って話をします。独立成分分析、対応分析、多次元尺度構成法、ラプラシアン固有マップですね。日本語で言うと。はい、全部行列を分解するっていうだけなんですけど、まあ、どういう行列を分解するかっていう話で、まあ、いろいろあります。まず、ICA です。ICA、ちょっと昔流行った感じがあるんですけど、多分。もともと注目された分野が、このブラインド音源分離、BSS っていう分野でして、例えばこの絵で言うと、まあ、なんか、なんか音がこうぐじゃってこういろんな音がこう発生していて、でその混合された音声を時系列でこう撮っている状況をイメージしてほしいんですけど、なんか僕ら人間はなんかいろんな音が混ざっててもある程度こう分離して特定の音だけ注目できるじゃないですか。なんかこうピアノと人が喋ってるのと救急車の音がこう入り混じってた時に、なんかこのピアノでどういう音楽がこう奏でられているのかっていう、このごちゃ混ぜの音からでもある程度聞き取れると思うんですけど、それをこう機械にやらせようとするとすごく難しいです。こういうのをカクテルパーティー効果っていうんですけど、これどうやって分離するかっていう問題を、ブラインド音源分離という話であって、もうちょっと細かく細分化していくと、
マイクをこう、並べて音を取るマイクアレイっていう、実験装置で音を取るんですけど、その音源とマイクのこの距離関係みたいなのを使って問題を解いたりとか、まあ、使える情報は何でもこう活用してこの問題を解こうとするんですけど、この BSS っていうのはそういう、ヒントなしに本当に、音の、周波数と時系列っていうのの、行列だけから、元の音だけを分離するっていうことができるかっていう問題を解く、分野です。でこの ICA を活用した、応用例として、音もそうなんですけど、なんか神経活動を測るような分野でもよく使われています。脳波ですね、 EEG っていって、この頭にこういろんなセンサーをつけて、何かこう行動をとってもらった時に、脳のどの部分がこうアクティブな状態になっているかっていうのを測る装置があるんですけど、その、装置が出すデータを、ICA でこう分離して、どういうシグナルがその中に入っているかっていうのを調べるというのに、活用されていて、まあ、これも板倉サイトダイバージェンスの時もそうなんですけど、まあ、なんかあんまり、なんていうんですか、ガウスじゃない分布、尖ってる分布に強いっていうようなことが言われています。僕はあんまりそういうデータ触ったことがないので、ICA がどのくらい強力なのかちょっと身をもって体験しているわけではないんですけど、まあ、そういう分野で結構好まれているようです。もう一回整理すると、なんか、M っていうのが、なんだ、周波数ですかね。で、間違えた。M が、マイクの数ですね。で、L が時系列で、周波数はどっかの周波数だけを固定して見ています。で、これを A と S っていう行列に分解したいってことを考えます。で、S っていうのは信号源で、その信号源にこういう混合行列っていう行列がかかったデータを我々は計測していると考えています。で、実際は、まあ、この定式化だと ICA が次元圧縮も兼ねてるんですけど、だから M 次元を N 次元に落としているんですが、実際は ICA には次元圧縮はやらせないで、前処理として PC をしておいて、N 次元に落としてから N×N と N×L の行列に分解する場合がほとんどです。なので以降もまあこの M と N はイコールとして説明します。まあちょっと理論が難しくて僕も得意じゃないんですけど、代表的な2つの手法を紹介します。まあなんか最適化の基準としてシグナルが互いに独立であるっていうことを、その独立性が最大になるような規定の取り方をしたいということを考えます。シグナルというのは例えばピアノのシグナルと救急車のシグナルというのがこう互いに無関係に発生しているということを考えます。でそういう独立性をどうやって最大化するかというので、まあ、いろんな、最適化じゃない、目的関数が、提案されているんですけど、有名なのとして、総合情報量、KL ダイバージェンスを最小化する、また、数学的には、まあ確率分布を、ラプラス分布と置いた時の、最優法と同じみたいな定式化があるんですけど、まあ、これをインフォマックスと言います。まあ、総合情報量を最大化するからインフォマックスですね。でこれは、最適化としては確率的勾配法ベースで、その後自然勾配法っていうものが提案されて
最近使われて、最近というか、まあ、使われています。もう一つは、日が薄性を最大化したいっていう、基準で、作られていて、ファースト ICA っていう手法があります。まあ、こっちの方が使われてるんじゃないかなっていう印象ですけど、最適化は不動点法というものを使っています。このファースト ICA のファーストは計算が速いって意味じゃなくて収束が速いって意味です。どっちも逐次計算でこう少しずつ A と S を推定していくんですけど、その1ステップあたりに、どのくらいその目的関数の値を変化できるかっていうのを見比べたときに、このファースト ICA はすごく収束が速いっていう意味で、ただ、ニュートン法っていうのが、結構最適化としては時間がかかるものなので、計算自体はそんなに速くはないです。まず、どちらの話でも共通する前処理としての白色化っていう話をします。多くの ICA の実装で前処理的に白色化というものを行います。白色化は ICA の半分と言われるほど重要らしいです。あんまり目的が僕もそんなに実は分かってないんですけど、なんで白色化をするのかという理由として、考えられるのは、なんか PCA だと無相関な軸っていうのは問い出せるんですけど、独立なものっていうのは必ずしも問い出せなくて、その無相関性っていうのをまず達成してから独立性を考えたいっていうことなのか、なんかその白色化によって式が簡単になるからやってるのか、またなんか PCA とは違う解を選びたいっていうために一回白色化して PCA っぽい解は選ばないようにあえてやってるのかよくわからないところがあります。まあ、ちょっとどういう処理なのかをしますと、まあなんか X は平均値を引いたデータ行列だとします。なので PCA と同じですね。でまず PCA を実行します。で X に、係数行列の U、まあ、この U ですね、をかけて、圧縮して、YPCA っていうスコアが得られたとします。でこの X の、共分散行列、C と、PC、この今計算した PC スコアの共分散行列 CPCA とここで呼びますけど、その関係性というのはこの以下の通りになります。CPCA と、なんだ Y 点値、PCA YPCA というのがまあ同じ で本当は共分散行列なんで N で割らないといけないんですけど、ここでは省略しています。でも IPCA のところは、U 点値 X なんで代入すると、U 点値 X 点値 XU になるの で X 点値 X っていうのがこの共分散行列 C なの で、でこの共分散行列 C は、こういう値分解すると U ラムダ U 点値でこう真ん中にこういう値が入った形に分解できるので、そうするとこの、左の U 点値 U 右の U 点値 U が消えて、ラムダだけが出てきます。でこのラムダをマイナス2分の1乗して、YPCA にかけると白色化ってことをしたことになります。イメージとしてはまあ、YPCA がこう 二次元空間にあったとして、こう1番目の軸っていうのが一番分散が大きいところ、2番目の軸が2番目に1番目と直交しつつ、
2番目に分散が大きいところになるんですが、このラムダマイナス2分の1っていうのをかけると、全ての分散が1になるようにこう軸が潰される処理ですねが行われます。なんでかっていうと、C ホワイトは白色化したこのスコアで共分散行列を計算して C ホワイトとここで呼びますが、 C ホワイトの Y 点値ホワイトの Y ホワイトは、ここで書いたこのラムダマイナス2分の1っていうのを代入すると、元の YPCA の、あ、これちょっとすみません、これ点値逆かもしれないですね。CPCA の、両サイドにマイナス2分の1がかかった形になるんですけど、この CPCA はさっき言ったようにラムダなので単位行列になるということで、マイナス2、ラムダのマイナス2分の1かけると、あらゆる分散が1になったことになります。なので、前処理としては、このラムダのマイナス2分の1っていうのをかけてから ICA を実行するってことをやります。で、一つ目のインフォマックスの話をしますと、X イコール A かけ S っていう形に分解したいです。で、正解の A が分かってるんであれば直ちにその A のインバースを X にかければ S なんですけど、まあ、そもそもその A がよくわからないという状況です。でその代わりに、A じゃないけど、まあ、なんか係数行列 W っていうのがあったとして、それを X にかけたこの Y の、行ベクトル同士が互いに独立になるようにW を何とか推定したいってことを考えます。で、まあ、ちょっと添え字が多くなって大変なので、まあ、どっかある時刻の X と Y っていうのを考えるとします。小文字の Y として、で、まあ、Y が、シグナルだと思っている方で、まあ、N 個要素を持ってて、X が観測しているデータですね、まあ、こっちも N 通りあるとします。もしこの N 個の要素が互いに独立ということであれば、まあ、独立って確率だとこう積で表すことができるということなので、まあ、要するにこういう形が成り立ちます。各要素の積がこの Y の全要素の結合分布になります。でこの左辺と右辺は、まあ、イコールには、ならないんですけど、実データでは、その左辺と右辺をなるべく、同じになるようにすれば、独立であると言えるので、左辺と右辺の K ルダイバージェンスを計算して、まあ、それがパラメータ W の関数だと考えて最適化っていうのを行います。これが本来の K ルダイバージェンスですね。僕はちょっと勘違いしてた一般化 K ダイバージェンスだなと、ここにさらに何か足されちゃってたんですけど。で、この、K ル、W は、Y の同時分布のエントロピーと Y の周辺分布のエントロピーの、で、こういうふうに書かれます。ちょっとエントロピーとか、言っちゃったんですけど、物理の方だと、なんだ統計力学ですか、なんかこう式がある箱で片側に何かの気体入れて式外すとこうエントロピーが大きい方に働くみたいな話とかでよく出てくると思うんですけど、そのエントロピーとは違ってですね、これ情報科学っていう分野で提案されている、まあ、区別して言うのは情報エントロピーっていうもので、まあ、シャノンって人が考えたんですけど、まあ、なんか本質的にはその物理のエントロピーと同じだっていうふうな話もあるんですけど、まあ、一応別物だと思っておいてください。
そもそもその社内の敵とかなんか情報の量というものを考えたいっていうことを、提唱したんですね。なんか例えば確率 P で起こる事象っていうものを、なんかスコア化したいと。でなんかそうですね、いろんなその要請があって、なんか2の情報を得た後3の情報を得たら5自分が頭賢くなったようにしたりとか、あと珍しい現象を知ったほどより情報は大きくなるはずだっていうことを考えていくと、確率の対数、確率の逆数を対数で取った値を情報の量とすると良いだろうと、考えたわけです。まあログの、p 分の1で、p ログ p、あ、マイナスログ p と言ってもいいですけど、このログは t は2だったり10だったりしますけど、情報科学では2を好んで使われていると思います。でこのある、起きた事象に関してこういうものを情報の量と定義したんですけど、それがこう確率変数としてこう前通りの確率が分かっているとして、例えば、なんかサイコロで言うならサイコロの1の目が出る確率が6分の1、2も6分の1みたいなふうに分かっているものであれば、その確率変数の要素全部の、情報量の、この期待値計算をしたものっていうのが、情報エントロピーというものになります。この要するに確率かけて足してるってだけです。でそれを、2つの確率変数 X と Y というのを同時に考えます。こっちは N 個要素があって、こっちは M 個要素があったとして、例えば、コイン投げを X、サイコロ投げを Y だとして、サイコロが、コインが表でサイコロが、目が5の時の事象みたいなのを、全部考えていく、ケースですけど、これを両方の、変数で、期待値取っていくと、結合エントロピーというものになります。でもしこの X と Y というものが互いに関係がなく完全に独立であった場合は、各エントロピーの和になります。ベン図でいうとこういうイメージです。で、総合情報量というものは、そうじゃないケース、X と Y が互いに何かしら関係があるような状況で使う尺度で、X のエントロピーと Y のエントロピーから先ほどの結合エントロピーを引いたものになります。なのでベン図でいうとこの重なってる部分を、尺度としています。でこの、この総合情報量はケールダイバージェンスと同じです。だからこの、ケールダイバージェンスを、最小化するっていうのと、MI を 最大化ですかね、する話は同じです。でさっきのケールダイバージェンスを、最小化するんですけど、確率的勾配法で最小化します。でちょっと導出がめちゃくちゃ難しいので端折ってますけど、結論だけ言うとこういう、式で、SGD を毎回実行します。時刻 T でのこの W にこれが勾配なんですが、学習率パラメータをかけた勾配分だけ足していくってことを行います。でここで W に、W の天地行列の 逆行列って意味ですけど、マイナス天地っていうのはこの計算が入るんですけど、時刻 T ごとに毎回そんな逆行列計算するのは、コストがあるし精度が落ちるので、あんまり良くないってことを言われていて、で、僕は所属している理研の大先生 の脳科学で有名な天利修一先生という人がいるんですけど、その人がなんか自然勾配法というものを考えました。
でその、ちょっと話がめちゃくちゃ難しくて僕も解読できなかったんですけど、ざっくり言うと、データがいる空間っていうのを D-MAN 空間ってものに、拡張して、そこで SGD を解くと、勾配部分に W-10W かけたバージョンで計算しても良くなって、そうするとこの W-10 がうまいこと W だけになるっていうのをなんか導出したものが、自然勾配法というものがあって、まあ、それを、実際現在は使われています。でここの Phi って書いたのは何かしらの非線形関数になっていて、こういう関数の形を用に決めずに、式を、導出してこういう形に持っていくのをなんかセミパラメトリック推定っていうらしいんですけど、僕も知らなかったんですけど、ここはなんかいろんな関数を入れてくださいみたいなことで、なんか当初は3乗が良いとされてたんですけど、なんか近年では2のハイパボリックタンジェントっていうのが多用されているようです。でなんか非線形だったら何かしらの、PCA じゃない、独立な規定が取れてくるし、ここ一時、その Y そのものにすると、昨日説明した勾配法による PCA 親の手法と、一致します。もう一つ、ファースト ICA っていう ICA を、説明します。中心極限定理っていうものがあったと思うんですけど、ざっくり言うとなんかどのような統計的性質の分布であれ、互いに独立な分布を足し合わせると、積分布に近づくっていう、強力な定理があります。これをまあ逆手に取ったのがファースト ICA なんですけど、いろんな分布が足し合わされるからガウスのように見えるっていうことは、逆に足されてないところはガウスじゃないような分布になるだろうという非ガウス性っていうのを考えます。もちろんその信号自体も正規分布じゃない前提なんですけど、だからなんかこうデータがこう分布してて、どっかしらこう規定を取りたいってなった時に、ここで、軸決めた時、こっちで軸決めた時っていうのを見比べた時に、なるべくその分布が混じってないところっていうのは、ガウスじゃないように見えるだろうということを考えます。じゃあその非ガウス性っていうのはどうやって、定量化するかってことで、人間が目で見て判断するわけにはいかないので、何かしらの尺度を持ってこの分布はこの分布よりもガウスっぽくないというふうに考え決めないといけないんですけど、一つの尺度としては、モーメントとかキムラントとかって統計で習ったんじゃないかなと思うんですけど、工事のキムラント、モーメントの対数ですね、がゼロから離れれば離れるほどガウスじゃ ないだろうと考えます。なんでかというと、正規分布っていうのは3次以降のキムラントは全部ゼロなので、そのゼロからゼロよりも大きい値を取っているというほど、ガウスじゃない、分布、じゃあゼロから離れるほど、ガウスじゃないと、言えるからですね。でこの、線度、4次のキムラントで、分布がどれだけ尖っているかっていう尺度なんですが、これが0より大きいっていうのは、U ガウスとかスーパーガウスっていって、L1 性素化の話ですけど、さっきした、ラプラス分布ってやつですね。この、すごく尖っている分布で、逆にその、鮮度がマイナスの、ものは列ガウス、サブガウスと言います。一例挙げるなら一応分布ですね。こういう分布っていうのは、鮮度が0なので、どっちのケースであれガウスっぽくないので、そういうところを積極的に探していきたいというのがファースト ICA の、
センドバージョンの定式化です。でこのセンドの最大化を、また微分して、解いていくってことをやると、まあ、最終的にこういう計算になります。でこの式に従って W を、更新していくと、センドが最大な、ものが取れてくるんですけど、ただし、弱点も、よく分かっていて、このセンドベースのファースト ICA っていうのはかなり外れ値に弱くて、外れ値ばっかり拾ってきてしまう、外れ値を拾うほどより鮮度が高くなってしまうので、まあ、実際にはこれはあまり使われていないです。もう一つの、基準として、日が薄性イコールネゲントロピーが大きいっていうものがあります。ネゲントロピーっていうのはネガティブエントロピーでネゲントロピーなんですけど、ガウス分布と考えた時のエントロピーと、X のエントロピーの差っていうもので、なので連続分布の中ではガウス分布がエントロピーが最大っていうのが分かっているので、この分布がガウスから離れれば離れるほどこの基準が、大きくなるということになります。ただし、具体的な分布は実際はよく分からないので、何かしら適当な非線形関数を設定して、こういう、更新式に従って W を推定するという問題を解きます。はい。で、今最初の規定をどうやって選ぶかっていう話をしていて、PCA でいう PC2、PC3 みたいな2番目、3番目の規定をどうやって取り出すかっていうところなんですけど、そこは、一つはデフレーション、何回か出てきましたけど、IC1 の、規定が決まったら、その方向での、だけ分散をこうゼロにするようにこう潰して、出てきた行列に対してもう一回 ICA するっていうのを繰り返せば、IC2 以降は計算できるんですが、IC2 より IC3、IC3 より IC4 みたいにこう後に行くほど、結果が不正確になるので、こっちの方が好まれてるみたいですね。ローディンシンメトリックデコーディレーションとか言って、あまりちょっとよくわかんないですけど、互いに直行になる、ものを、毎回計算するようにして、IC1 から IC、ランク K だったら ICK までを同時に計算するってことを行います。はい。ICA はこんな感じでした。で、PCA と NMF と ICA、紹介してきましたけど、いろいろ仮定を置いているわけですね。PCA-SVD というのは1回平均値をゼロにするような中心化が入っていて、その上でこう分散が最大になるところ、2番目に、分散が大きいところっていうのをこう互いに直行になる規定、制約を置いて解きます。でこの解き方の、メリットとしては、エッカート・ヤング定理っていうのがあって、SVD が一番誤差を小さくする、行列分解だってことが知られているので、それに守られているので、誤差を最小化したいという目的を達成する上では、SVD が最強になっています。であと、こういう直行っていうものは、相関がないようにこう無相関っていうのと同じ意味で、直行であるほどこうお互いにバラバラなパターンが取り出せるので、直行っていうのは結構好まれる性質だと思います。ただデメリットもあって、符号の曖昧さっていうのがあります。例えばこの解、赤い矢印をこう書きましたけど、これ180度反転させてこっち向きの矢印だったとしても、
分散は計算できるわけで、まあ、数学的には全く同じなんですが、その場合こう何ていうんですかね、例えばまあ U シグマ V 点値があったとして、1番目の、縦ベクトルにマイナスかけて1番目の、V の行ベクトルにマイナス1かけても解は全く同じなんですよ。っていうことは、ベクトルの、なんていうんですか、各こう、ベクトルで、大きく値が外れているところと小さく値が外れているところみたいなのがあった場合、どっちを注目すればいいのかわからないっていうような、その解釈性のところで結構、大変だったりします。あと直行っていう制約は好ましいんですけど、ただなんかそれがこう直行性が仇になって最適化がうまくいかない、直行っていう条件が厳しすぎて最適化失敗するっていうケースもあるみたいです。で NMF の場合はこういう X も Y もプラスっていうような非負値のデータに対して行列分解するもので、なんでまあ規定もこの第一証言のところで、取るんですけど、だからこの場合はなんか反転したこっちの方に矢印を取ったバージョンの解は出てこないです。なのでそういう符号の曖昧さがないので解釈しやすい、でまあ経験的に言われてるだけなんですけど、まあ、パーツごとのパターンが検出される傾向があります。デメリットとしてはまあ、グローバルな最適解である保証はないですね。あとパーツごとのパターンっていうのが、いい場合もあれば悪い場合もありますね。だから自分が何をしたいのかにかなり依存するんですけど、もっとデータ全体を見渡してこうグローバルなパターンを取り出してほしいってなった場合に、このパーツごとにパターンが取れるっていう性質は逆に、好ましくないので、まあ、NMF じゃない方がいいと思いますね。あとランクを大きくしすぎるとなんか似たようなパターンが出てきてしまいます。まあ、直行性があるとそういうのはなかなか取れてこないんですけど、 NMF は直行じゃない軸を取るので、そうすると例えば、このデータに対して、ランクを10ぐらいで計算するとなんかここら辺にこう3本4本なんか似たような規定が出てきたりします。今日説明した ICA っていうのは、基準としては独立性、つまりこのスコアが互いに独立になるようになるべく、遮影したいということで、僕はあまり使ってないんですけど、その独立性の過程が、効果的なデータっていうのがあって、まあ、それがこうガウスじゃないばらつき方をしている音声だったり神経のデータだったりとか、そういうところで使われています。でまあデメリットとしては、まあ、PCA と同じで符号の曖昧さみたいなのありますし、NMF のように対比的な最適解もないですし、まあ、直行性がないので、まあ似たようなパターンが出てくる可能性はありますね。あと、注目すべきはパターンに順序がない。例えば PCA だと、1番目、2番目、3番目、4番目っていうのはこうように決められるんですね。なぜかっていうと固有値が、固有値が大きい順にこう並んでいるので、その大きい固有値の順番にこう対応した U と V っていうのが取り出されるんですけど、NMF もまあそれやろうと思えばできて、この W と H を、W をこう縦の、ベクトルのこう集合だと考えて、各ベクトルの長さが1になるように正規化して、H も同じように各列のベクトルの長さが1になるように正規化すると、まあ、この似たようなこの真ん中の対角化行列っていうのは書けるので、まあ、そういう大きさで、後から WH の行ベクトル、列ベクトルを相当するってことはできるんですけど、
ICA はそういうのができなくて、まあ、それは何でかっていうと事前に白色化しちゃってるので、もう例えば分散っていう観点で言ったら全部1なので、優劣つけられないんですね。でまあ鮮度みたいな尺度で、解いた場合はその鮮度が、目的なので鮮度が高い順にこう相当することはできるんですけど、まあ別にあの鮮度はなんかその ICA の目的関数の一つでしかないので、まあ、いろんな ICA で幅広く使えるその並び替えっていうのは、ないと思います。それがちょっと難しくてパーミュテーション問題と言います。まあ、そこはちょっと厄介なんですね。後でまた説明しますけど、行列2枚で各々 ICA したときに、1枚目の行列と2枚目の行列のこの規定の対応付けっていうのができなくなっちゃうっていうのがあって、そういう、1番目2番目っていうのが分かんないままこうなんか、ベクトルが出てくるっていうのが ICA です。はい、じゃあ ICA の話以上になります。何か質問ありますか。ですかね、ちょっと早いけど昼休みしますか。12時12時半なんで、まあ時刻通り1時20分までじゃあ昼休みにします。じゃあ対応分析、コレスポンダンスアナリシス CA というものを紹介します。CA というのは何かっていうと、なんかカテゴリカルなデータですね。連続量みたいな 0.56 とかなんかそういう値じゃなくて、行変数と列変数の、掛け合わせで、どの、組み合わせがどのくらいの頻度であったかっていう、こういうクロス集計表とか、分割表っていうものに対して行列分解を適用して、こういう、バイプロットっていうプロットを書くのを目的としています。バイプロットっていうのはこういう、共通の二軸のプロットに行変数と列変数を同時にプロットするっていうテクニックで、これ別に CA だけじゃなくて PCA でも因子分析でも、まあ行列分解であれば何でもできるんですけど、まあ CA は特にこのバイプロットを書きたいっていうものが目的になっています。使われるケースとしてはアンケート情報ですね。こういうどの家事を誰が担当しているかみたいなアンケートを取っていて、奥さんがやるとか夫がやるとか一緒にやるとかそういうのを、家事ごとに、測って、でこれをこうバイプロットとして書くと、なんだ、例えば夫は何かを修理することとこうよくなんか連動してるとか、ドライビング、車の運転とかそういうのはなんか夫が担当することが多くて、一緒にやるのは何だろう、休日なんかするみたいなことですかね。なんかそういうふうにこうここになんか夫に関する情報をここに一緒に何かやる情報で、ここで、奥さんがやるものみたいな感じでこう塊ができていますね。まあ、こういうふうにこう2つ、行変数と列変数というものをまあ同時に見るってことをやります。あとは勾配データとかでもよくやるやり方で、
関数数ですかね。で、まあ、こういう点、青い点がブランドで、なんだろう、なんかどういうものを売りにしているかみたいな情報だと思うんですけど、こういう行変数と列変数でこうプロットして、なんかこの飲み物たちは似ていてどういう特徴があるみたいなのを、まあ、同時にプロットしたりしています。あとは群衆生態学、なんだ、まあ、なんか生き物の、個体を計測するような学問ですけど、これなんだ、なんか生息している土地の特徴みたいなものだったと思うんですけど、なんかそういうので、行変数列変数みたいな風に二軸でプロットしています。なので、まあ、最初に分割表というものを、作って、例えば i×j で、分割表を O としますと、これをまあなんか行列分解して、k 次元にプロットしたら i×k×j の行列にして、でこれをに、ペアプロットしていくということをやっていきます。分割表の全要素の総和をラージ N とします。だからこの O の、IJ 要素を全部足して N ですね。で、行の周辺度数、書くか、O だとして、行の周辺度数っていうのはこの行ごとに、を取ったものですね。長さ i でのベクトルで、例えばここの要素っていうのはこの位置、こっちの行を全部足してここに入ってるものです。同様に、列の周辺度数っていうのは列方向に全部和を取ったものです。その行の周辺度数を n で割ると、全ての要素を足して1になるベクトルになるので、これを行の周辺確率と、します。これ n で割って、こういう感じですね。で、こっちの列の周辺度数に関しても同じように n で割ります。長さ j のベクトルになって全部足すと1になるので、これは確率として解釈できます。もしこの行変数と列変数が独立である場合、分割表の ij 要素の確率というのはPI、行、あ、すみません。なんだ、行ベク、I、行ベク、なんだ、行の周辺確率の、I 番目の要素と、列の周辺確率の J 番目の確率の積として表すことができます。独立っていうことは積でかけるっていうのは、なんか ICA でやりましたね。なので、この確率に N をかけると、その分割表の出てくる値の期待値になります。で、まあ、実データで完全に独立とか独立じゃないとかいうことは、ほとんどなくて、まあ、なんかどっちとも言えない状況が、まあ、あるわけなので、実際の観測値とこの期待値っていうのがどの程度ずれがあるのかっていうのは定量的に議論したいわけですね。そのずれを解除上統計量っていうもので測ります。解除上統計量っていうのはこういう値で、こっちが観測値ですね。こっちの分割表の
ij 要素の値で eij は、期待値ですね、行と列が独立だと仮定した場合の、ここにどのくらいの値が出てくるのかっていう期待値です。で期待値は、この npipj というふうに書けるので、この、値を計算して、値が大きければ大きいほど、行変数と列変数は独立ではないと、言えます。解事情検定っていう、統計の仮説検定がありますけど、解事情検定ではこの、解事情統計量というのが自由度 i-1×j-1 の解事情分布に従うとします。こういう、確率分布ですね。で、今回、観測された解事情統計量っていうのが、事前に設定した有意水準よりも、裾野の方にあるのであれば、帰無仮説を、企画して、対立仮説を採用するということになります。こういうなんか統計の、やり方がたくさんあって、分割表で独立かどうか調べる独立性検定というものとして、他にもフィッシャーの性格確率検定とか、誘導比検定 G 検定というものがあります。ただし仮説検定では、行変数と列変数が独立ではないか、なんか全体の傾向が分かるだけで、具体的な情報が分かんないですね。その具体的に何番目との行と何番目の列が関係し合ってるから独立性が崩れているのかっていうのを調べることができません。でそこを、調べようとすると行列分解で対応分析というものを使うことになります。対応分析 CA の定式化ですが、ピアソン残差っていう値を計算します。さっきの解事情統計量の N で割ったルートっていうのを計算すると、式から N が消えて、しかものルートがかかるから、ちょっとどっか間違ってる気がしてきたけど、確定できないので明日調べます。なんかこの、ピアソン残差っていうスコアがありまして、これを計算して。いきます。でこれを、行列で表記すると、こういうふうに書けて、P っていうのは、この、分割表を N で割ったものです。で R っていうのは、その、確率の表を、J だから行、この行方向に割っているので、行の周辺確率で C は、列の周辺確率です。行列表記で書くとこういう感じに書きます。で DR っていうのは、対角行列で対角要素に、この R を並べたもので DC は対角要素に C を並べたものです。でこの行列を特異値分解すると CA になります。つまり、S とこの U ラムダ V 点値っていう行列との差を、事情誤差を、最小化する、そういう UV を求めるという問題と等価になります。つまりなんかこの式の意味することとしては、解事情統計量がなるべく大きくなるような、互いに、非独立性で、非独立で関連性の高い行変数のスコアと列変数のスコアを、同時に探索するということをやっていることになります。ただ実際の CA ではこれちょっと理由はよく分かんないですけど、素の SVD を使っているわけではなくて、重み付き
SVD、ウェイテッド SVD というものを、使われていて、通常の SVD とは拘束条件に違いがあります。通常の SVD だという、めっちゃ間違えてる。U、天地 U と、V 天地 V が、共に列が直交しているっていう仮定を置くんですけど、CA の場合は、重み付き SVD で、こういう、間に先ほどの DR とか DC とかを挟んだ形で、高速条件が設定されます。はい、以上が CA です。何か質問とかありますか？大丈夫ですかね。じゃあ、次は多次元尺度構成法ですね。マルチディメンショナルスケーリング、これは田口さんの方が詳しいと思いますけど、なんか田口県の学生誰かやってるんですよね、これ。分かりました。おお、いいですね。MDS、これも行列分解ですね、言うならば。なんか距離行列ってものがまず最初にあって、それを分解して、座標を低次元にプロットするっていうことで、他の次元圧縮法と、すごく似ているとは思うんですけど、利用されるケースとしては、例えば群衆生態学であれば、こういう生き物がどこに生息しているかみたいなの情報もありますし、田口県がやってるように、こう染色体の構造を、再構築するとか、なんか染色体のどことどこがこうくっついてるというか近傍にあるみたいな情報を使って、つじつまが合うような構造を、再構築していくみたいな問題で使われたりしています。MDS っていうのは最初に距離行列というものがあって、そこが他の次元圧縮の場合と大きく違うところだと思います。距離っていうのは非類似度なわけですね。これまでいろんな行列分解しましたけど、例えば共分散行列とか相関行列とか、そういうのって値が大きければ大きいほど2つのものが、よく似てるっていうことなんですけど、距離行列は逆で、値が大きいほど離れてる、似ていないっていう意味なので、意味が真逆になります。なのでこれをそのまま、行列分解することはできなくて、類似度の、情報であるグラム行列に1回変換してから固有値分解するっていうのが、必要です。ちなみに MDS の中でもいろんなアルゴリズムがあって、今説明しているのは古典的な MDS というもので、それ以外にも何とか MDS とかいっぱいあります。まず距離を内積に変換したいということを考えます。2つのベクトル AB に関してこういう関係性が成り立ちます。 A と B の距離っていうのは A の長さと B の長さ引く2の AB の内積です。よって内積は、逆に言うと内積というものは AB の長さや AB 間のユークリッド距離から求めることができるということをこの式は意味しています。で、距離行列 D に関して、以下が成り立ちます。だからこっちがベクトル版だとして、これを行列版で書くとこういう形になって、N 個の変数と N 個の変数の関係性を、距離行列でこう表したときに、その2乗っていうのは、G っていうのは、なんかその
データの座標っていうのがまあ K 次元あるとして、それをなんか Y 行列とします。でその Y の、グラム行列 YY 天地、あ Y になっちゃって YY 天地の、対角要素っていうのを並べた G っていうのがあって、 1N っていうのは長さ N で全ての要素が1のベクトルだとして、まあ、こういうふうに、行列形式では書くことができます。よって、グラム行列 YY 天地は巨大行列 D から求めることができると言い換えれることもできますね。まあ、ベクトさっきベクトル版で言ったのを行列版で言い直しただけですけど、それをこう行列で書くとこういう式になります。巨大行列の事情に、両サイドに行列 H というものがかかっています。 H というのはこういう、N×N の単位行列引く、N 分の1の、1N1N天地って、これはまあ全部1の行列ですね。でこれで左、H を左右からかける操作っていうのは、行方向と列方向とで共に平均を0にする、操作なので、ダブルセンタリングとかヤングハウスホルダー変換などと呼ばれます。でこの YY 天地っていうグラム行列を、まあ、G と置いたら、G を固有値分解しますと、U ラムダ U 天地という形にできます。これによってデータの座標を格納した Y は、固有ベクトルを格納した行列 U と、固有値を対角要素に持つ行列ラムダで求められます。まあ、実際に これを Y 天地っていう形にすると、この真ん中の2分の1のラムダっていうのがこうかかって、ラムダの1乗になって真ん中に入るので、まあ、つじつまが合うわけですね。だからこのラムダを2分の1乗としてこう左右に分配すると Y はこういう形で書くことができます。なのでこれによってこう距離、最初の距離行列とうまくつじつまが合うような Y を計算することができます。でこういう元の距離を保持した低次元座標を求めるというアプローチは、まあ、古典的な MDS に限らず、結構、今でもやられてて、よりもっとなんていうんですか、非線形な写像とかの方向に行ってるんですけど、まあ、TSNE とか UMAP とか、LLE アイソマップサモンマッピングみたいな カーネル法と組み合わせた手法とかもたくさんあって、ただまあその最初のこの距離を保持したいっていう目的を見ると、 MDS はまあそういう手法の元祖と言えるかもしれないです。はい、MDS はこれで終わりです。何か質問ありますか？そうそうです。元の Y に行くと評価 F とどっちかの平均じゃないですかね。 Y 行列と F 行列と同時に平均するのは違うかな。はい、まあ、Y に行く評価 F とどっちかが平均ゼロになってることですけど、そうです。Y で行くときには、どっちかの平均が出ないとかです。
Y のはちょっとわかんないですけど。Y は、N かける何とかの何とかの方が算出っていうか、Y が1に取る。分析取って、K が潰れて。そう、K が潰れて、それは分かりますね。はい。N 方向に向きが出るんですよね。はい、そうですね。K 方向に向きが出るんですね。何方向へ、ああそうですね、あ、はい、あ、はいはいはい、そうです、なんか MDS の専門家のそちらの方変えますか、など今までの SSD とかで計算を早く進めたというか、最後まで見かけられるものを SSD に進めて、まあ、全部事件まで計算せずに途中で止めて、例えば先頭の30番目を選ばないで、こう使ってるみたいな話があったと思うんですけど、はい、打ち切ると計算速度が速くなることが期待できるかってことですか。元の SVD って SVD10 だというか同じようなデータとか量があるから、こう現実のデータ被っているものが多いからそういうことができたわけです、ね、はい、はい、今回って VDS が対象にしているのは VDS だったり VDS の量で、はい、それこの時はそれができないんですか。元の Y がランク落ちしているようなデータであれば積極的に、ランクは落としていった方がいいと思いますし、あと何、計算速度の話も、計算速度に関してはどうかな、一回距離行列にする、ここがまずコスト高そうですよね。100万 ×100 万とかだと絶対計算できないですけど、ただまあ、クラブ行列オンライン、後で説明しますけど、アルゴリズムのオンライン化っていうのがあって、行列の1行目だけ切り出して、計算をしていくとかいうのを繰り返していって、こう行列をスキャンしていって、この分解を計算していくっていうやり方があって、そういうアルゴリズムであれば高速化はできるかもしれないですね。ただ素の固有値分解とかだと結構計算は重そうだなとは思います。N が大きくなれば、はい、オンライン MDS みたいなアルゴリズムは確かありますね。そういうのを使えば早くできます。はい、田口さんはなんか非軽量の MDS みたいなのを昔やってましたよね。あれは、完全に距離は保持せずとも近い遠いの関係性だけ分かってればいいっていうことですね。ああ、はい、はいはい、うん、そうですね。
あと、トリプレットエンビディングとかいう、ワードでなんか分野ができてるんですけど、なんだろう、なんか 3つの、こう、はい、なんか3つの点があったとして、あの MDS とかだとここの距離関係をこうかっちり保持するような遮影を求めようとするんですけど、この AB は AC よりも短いとかそういう関係性だけ保持してればいいっていう制約のもと、なんかこの ABC の座標を求めるみたいないうのがあって、トリプレットエンベディングとか、オーダリーエンベディングみたいな、そういう分野がなんかできてるみたいで、それまあ元をたどっていくと非軽量な MDS っていうのがまあ元祖かなって気がするので、結構 MDS はいろんな分野に影響を与えたんじゃないかなと僕は思います。あ、すいませんね。はい。じゃあ最後、ラプラシアン固有マップ、ラプラシアンアイゲンマップスとか EBE とかいう手法を、まあ、紹介していこうと思います。LE、例えばどういうものに使われるかっていうと、まあ、モーションキャプチャーの分野で使われているみたいですね。なんか被験者に、センサーをつけてもらって、こう関節とか、なんか頭とかそういうところがこう空間上でどの、座標に位置するのかっていうのを計測、こういう棒人間としてデータを取得します。でいろんなこう動きをやっても、手を叩くとか、まあ、ゴルフの素振りとか歩くとか、なんかそういうのを実際にこう体を動かしてもらって、でそれをそういった体の動きを低次元に、遮影すると、例えばこう体歩くとこう同じところをこうぐるぐる回るようなこういう、風にこうなんか 低次元空間では動いているというのが分かります。で、まあ、ここでまあいろんな次元圧縮法が、試されるんですけど、LE はまあこの何ですかね、体のこの棒人間の、グラフ、あ、棒人間でこうその何ですか、センサーとセンサーとかこう直接近傍に位置しているっていうのを、まあ、グラフと捉えて、だからこのグラフのノードをこうつないでこう棒人間ができていると考えて、まあ、そのグラフデータを低次元に遮影するっていうことをやります。あとは、まあ私が、研究しているシングルセルオミックスっていう分野だと、細胞っていうのが分化するっていう現象があるんですけど、例えば幹細胞、体性幹細胞とかいうのがこう体中のいろんなところにあって、例えば小腸であれば小腸の、細胞の元となる幹細胞っていうのが少しずつこう、小腸の細胞になっていく、違う細胞に変化していくっていうのを、まあ、分化っていうんですけど、まあ、神経もそうですね、神経幹細胞とか、血液も、なんか幹細胞とかあって、そういうどんな細胞にでもなれる、なんか幹細胞っていうのが少しずつ具体的な機能を持った、分化細胞に変化していくっていう、まあ、そういう現象があるんですけど、その細胞の分化っていうのは、まあ、遺伝子発現のデータで計測するとこう連続的に少しずつ変化していきます。でそういう、連続的な現象っていうのをこうグラフとして、捉えて滑らかにプロットするような、低次元の表現を
探していくっていうことに使われています。この LE はどういう問題設定かっていうと、グラフ理論と大きく関係してくるんですが、グラフ理論における最小カット問題っていうものを解きます。グラフ、こういう、ノードが5つあって、そのノード間に、ノード間をつなぐエッジというものがあるとします。例えば、このエッジ1っていうのは、ノード1と2をつなぐエッジですね。でこれ、この、グラフをどこかエッジを切ることで2つのサブグラフに分割したいってことを考えます。でその時になるべく、カットするエッジを少なくして2つに分けるにはどこをカットすればいいかっていうのを考えるのが最小カット問題です。もうちょっと言うと、このエッジにも重みというものがあって、カットするってことは、例えばこのエッジの長、重みが5ってことはなんか、カットするのに5の力がいるとかそういうイメージでいいと思うんですけど、ここをカットするとコストが発生するっていう時に、どこをカットすればいいかっていう問題を解きます。それをまあちょっと定式化するとこういう感じなんですけど、グラフというものはノードとエッジで構成される集合です。今回の、このグラフっていうのはノードが1から5まであって、エッジも1から5まであって、2と4をつなぐエッジっていうのはこういうふうに書くことができます。で今回は向きとか考えてない、向こうグラフですね。じゃあ24と42は同じです。でこの情報を行列分解の世界にこう落とし込むために、グラフをさまざまな行列に変換します。どっから行こうかな。まず接続行列を説明すると、縦がノード、横がエッジですね。このエッジの1番っていうのがどのノード同士をつなぎ合わせるかっていう情報をこの接続行列は持っていて、H1 で V1 と V2 が1って書いてあるので、ここ V1 と V2 がこう H1 によってつながっているってことを意味しています。はい、で隣接行列というのは、ノード×ノードの行列で、どのノード同士がエッジによってつながっているかっていうのを意味しています。例えばこの V3 と V2 っていうのがつながっている、ここですね、つながっているから1っていうふうに書きます。で隣接行列 A と接続行列 H との間にはこういう関係性があって、D って何かっていうと、次数行列ですね。各、ノードがノードからエッジが何本入っているかっていう情報です。例えば V1 は E1 としかつながってないから1本ですけど、 V3 っていうのは H2、4、5の3本エッジが入っているので、ここは3になりますね。はい、というのが次数行列です。隣接行列は接続行列と次数行列によってこのように書くことができます。であと今回大事な行列がグラフラプラシアンっていうもので、次数行列引く隣接行列と書きます。そうするとどういう行列になるかっていうと、まず、隣接行列っていうのは対角要素に値がないので、一方でこの次数行列というのは対角要素だけに値がある行列なので、まず対角要素は次数行列そのままです。それ以外の 非対角要素は隣接行列の、マイナスがかかったものが格納されます。はい、で、今、ある、グラフをこう2つの部分グラフに分割する
したとしますね。で、例えばここカットして、この左側は、サブグラフ1、右側はサブグラフ2だとして、左側は1、右側はマイナス1っていうふうにラベルをつけます。そうするとこういうノード数の長さだけの、ベクトル S っていうのが計算できます。でこの S の外積、すなわち SS 点値を計算するとノード数かける、ノード数の行列になります。この SS 点値の要素を見てみると、先ほどこう勝手に決めたこのサブグラフですね、こっちは1、こっちはマイナス1っていうふうにラベル付けるんですけど、同じサブグラフ同士、同じサブグラフに属するノード同士は1になって、異なるグラフ同士はマイナス1の要素が入った行列になりますね。で今度はその SS 点値、1-SS 点値を計算して2分の1というふうに計算をします。そうするとこういう行列になって、さっき1だったところは0になって、さっきマイナス1だったところは1になりますね。で、この、2分の1-SS 点値と隣接行列 A のアダマーズ積を取ると、どうなるのかっていうと、これをそのまま上にかぶせる感じですね。そうすると、同じ、サブグラフ内、異なる部分グラフ同士のノード間で引かれたエッジ数を、これで求めることができます。この図で言うと、こことこことかですね。で異なる、部分グラフ間で、どういう何本エッジが引かれたかっていう数を、これで数えたことになります。さらに式変形すると、A を分配して、やるとここちょっとトリッキーなんですけど、どうやったっけな。何かを使ったんですか、ちょっと忘れましたね。S 点値、次数行列の S 引く S 点値 AS っていう形に変更できて、これは、さっき説明したグラフラプラシアン L を両サイドで S 点値 S っていうふうにかけている形になります。まあ、こんな感じでグラフラプラシアンっていうのはこういうふうに出てくるんですね。で今やりたいことは、最小カット問題なので、この、式を目的関数と考えて、これがなるべく最小になるような S を探していこうということを考えます。ただですね、これ組み合わせ最適化として考えるとすごく大変で、S が、今回1かマイナス1しか取らないっていうふうに理算的に考えると、取り得る S の値というのは各要素ごとに1かマイナス1かの2通りであるので、2の、ノード数通りも、取り得る S というものは発生してしまいます。なので、N が、N じゃない、V のノード数が大きくなるともうこれは組み合わせ最適化として見るとほとんど解くことはできません。一方ですね、この式は、よく見るとこういう内分解の形をしていますね。グラフラプラシアン
に S をかけると S の定数倍になるっていうことは、 S はグラフラプラシアンの固有ベクトルだっていうふうにこの式から読み取ることができます。もちろんこれを計算すると、S が1かマイナス1かっていうベクトルが出てくるわけではないんですけど、まあ、これを、そういう本来の計算したい S の代用品として使おうということを考えます、まあ、こういう考え方を、まあ、理算的な問題をこう連続の問題として、捉えて、まあ、図でして計算しようというのを連続緩和といいます。でそのまあもし日化したいのであれば、1回計算した固有ベクトルを何らかの基準で日化して使ってくださいということになります。で、まあ、実際に計算するとき注意してほしいのは、これL は、なんだ、固有値が最小になるような、固有値分解を計算するという話なんですけど、だから今までってこう固有値が大きい順にこう上位傾向とか取ろうとしていたんですけど、これは固有値が最小になるようなものを探す問題です。なんですけど、この L の行ごとの和っていうのは必ずゼロになります。まあ、それはそうだと思うんですけど、例えばこの L、行方向で和を取るとゼロですよね。次数、対角要素にある次数行列の要素と、隣接行列のこの各行、っていうのが、マイナスになって入っているので、行方向で和を取るとどの行も全部ゼロになります。はい。なので、その性質のせいで、L が、L の最初の固有値はまあゼロになって、その固有値に対応する固有ベクトル、まあ、フィーダーベクトルっていうのがあるんですけど、それが、計算するとまあ全ての要素が定数になるっていうことが起きます。例えばまあなんか定数ベクトルをこうかければいいんですよ。実際例えば全部の要素が1の S をこの L に かけてみると、まあ要するにこうまあ、ゼロのところはまあ無視してよくて、例えば全要素1の S だから1、これをかけると1+1とか -1+3+-1+-1みたいな感じになるので、はい、そうですね。だから、なんだ。固有値がゼロになって、まあ、そういうなんかつまらないベクトルが固有値分最小の固有値の固有ベクトルとして算出されてしまいます。それがフィールダーベクトルですね。でこれはまあどうしようもないので、必ずそれが起きるので、でも実用上はそれは役に立たないじゃないですか。グラフ分割問題で言ったら、どのノードも全て同じサブグラフに属しますって、私は分割はしませんって言ってるのと同じなんで、何の役にも立たないベクトルになってしまうので、それは除外して2番目に固有値が小さいものから順に注目するっていう作業を行います。あと補足としては、さっきのそのグラフの、分割をうまくやろうとするためのベクトル S っていうのをそのまま可視化とかに使う場合、ラプラシアン固有マップっていう名前になりますが、そのラプラシアン固有マップをさらにクラスタリング、まあ、例えば K-means とかそういう手法に適用して、どのグループにだけ属していて、どこのグループには属していないかっていう認識化をしたものっていうのがスペクトラルクラスタリングと言います。
でこういうのはなんかスペクトラル、グラフ理論みたいな分野にもなってて、まあラプラシアン固有マップ以外にも、ヘッシアン固有マップとかハイパーグラフラプラシアン固有マップとかピーカスとかなんかいろんな手法が、開発されていて、まあ、こういうのは全部その元のデータはグラフだっていう仮定を置いた上でそのグラフの構造をなるべく、反映するような次元圧縮とかクラスタリングを しようという、ことで、開発されています。はい、LE の話も以上です。何か質問とかどうぞ。はい。絶対いい。はいはい。まあ、あんまりでかい場合はできないと思うけど、機械が分かっている場合に、連続緩和でやってからちゃんとしたものってどれぐらい合うんですか。ああ、確かに、そこ真面目に検証している人いるのか、僕は知らないだけでちょっと分かんないですね。まあ、ある程度のノード数であれば厳密的に計算できると思うので、やっぱりランクがいくらかみたいな話違うわけじゃないですか。ランクがいくらかっていうのは実際だと絶対厳密として真ん中だけです。はい。まあ、人間考えたらランクが下がるわけないから実際だと。ほとんど現状で言うとランク下げるのでいいですけど、それは答えがあるわけです。はい。そうすると、どれぐらい連続緩和がいいかっていうのが分かりそうな感じですけど、うん、まあ、それもどっちか解答ができたらケースバイケースっていうことは知らないかもしれないです。まあそうですね、ケースバイケースであってもなんか強み弱みとか分かれば使い分けられるんで、そういう情報はあるといいですね。そうですね、ちょっとそういう研究がやられてるのかどうかは僕も気になるので調べてみますかね。一応連続緩和はやりたくないっていうことで組み合わせ最適化の方で何とかしようってやろうとするとヒューリスティックな最適化をすることになって、まあ、なんか焼き生し法とかなんかいろいろあると思うんですけど、そうそういうなんか遺伝的アルゴリズムとかそういうなんかいろいろ片っ端試してみて良さそうなところを探していくけど、まあ待機的な最適解である保証はないような、まあ、そういうアルゴリズムを使って解こうとする方向に行くみたいですね。まあノード数が大きくなるともう計算上も破綻するので、はい、なんか何年か前IIBMP の、なんかイベントかなんかですかね、全然バイオの背景がない人に、データ解析をチャレンジしてもらうみたいな企画があったんですよね。去年でしたかね。その時になんかそのなんか優勝した人が、グラフのこういう解析してましたね。でその人は連続緩和してなくてヒューリスティックな方で解いてました。まあどっちがいいのか僕もちょっとよくわからないです。ちょっとこの講義は行列分解っていうのでまとめているので、まあ、これも行列分解するだけで解ける問題ですよっていうのをちょっと紹介してみました。はい、あと何か質問とかありますか。
はい、じゃあ大丈夫ですかね。じゃあ、キリがいいのでまたここで休憩しますかね。2時13分。僕の当初の読みが外れてですね、時間が余ってます。はい、なので、最後に、僕が昔やった研究を紹介して、多分1時間もかかんないと思うので、それが終わったらじゃあ今日は終わりということにしようかなと思います。あれ、あ、ちょっと待って、つながり変わってないだけです。はい、ちょっと待ってください。ちょっとお待ちください。はいはい。あ、で、関係ないですけど、MDS の高速なアルゴリズムあるかちょっと今調べたんですけど、オンライン MDS ってやっぱりあるみたいですね。この論文なんか、そうですけど、ディストリビューテッドっていうのは、分散処理ですね。なんかスパッコンみたいにこういろんなノードに計算を、分散させて計算するタイプで、オンラインっていうのは、データの一部分だけをメモリに載せて計算するものですね。で、多次元尺度法をなんかこんな分野に適用したみたいです。これとかさっきの話ですね。ユークリッド距離と内積の関係性があって、これ多分両サイドに行列かけて中心化するって話で、これはあれですね、昨日紹介した PCA を勾配法で解く親の手法ですね。でも僕の講義でこの論文がだいぶ読めるようになるんじゃないでしょうか。で、MDS をオンラインで計算するとなんかこういう式を実行すればいいみたいで、まあなんか M ってのはこれですかね。S ってのは何だろう、分かんないですけど、ちょっと データの一部分だけを切り出して、MDS の座標を逐次的に更新していくっていうふうにして解くと、オンライン MDS になります。なんで、まあ、もしデータがめちゃくちゃ巨大だけど MDS を計算したいっていう状況があれば、まあ、こういう計算しかできないと思うので、なんかそれで結構研究の新規性とかを出せるんじゃないかなと思います。ちなみにどうですかね、田口試験のあれ、ハイ C のデータとかですか。N のサイズはどのくらいですか。1万かけ1万。はい。2万5000。ああ、そうですか。計算は染色体ごとにやるんですかね。まあ、それはちょっと計算量的にやってないっていうことですか。計算できなくて今ってどういうことしてるんですか。ここまで多いところにルートがあるとは思えないので、一応部分部分で分けて、結構適当にざっくりやってるんですけど、5000×5000とか、ずつ取ってきて、左側を取ってきて、それでもそれなりに結果は出るので、こうやってるんですけど、結構6回でも
全部でやったほうがよくないですかみたいな。まあできるなら。それはできればいいんですけど。そうですね。計算上的にどっちが現実的じゃないのかみたいな感じで言っちゃうんですね。そうですね。あとあの瓶の幅をもうちょっと粗く解像度を粗くしてみるとかそういうのもよくやりますよね。あ、瓶の幅ってどのくらいですか？ 5,000 とかですか？今は1万。1万、ああ、まあそんくらいですよね。よくやるのは、まあ、それもすごく高解像度に見たいってなると、まあ、瓶をの幅を10分の1にしたらもう10倍の行列の行の長さになるので、それが左右で起きるから100倍のデータサイズになっちゃうわけですね。そうすると計算できなくなるので、まあ、そうするとアルゴリズムで発足化みたいな話が入ると、まあ、いろいろ新規性を示せたりとかするかもしれないし、まあ、そんなにまあ、計算してもそんなに面白いものが出ないのであればやらなくていいかもしれないし、まあ、ちょっといろいろ検討してみるといいんじゃないですかね。はい、でこの、オンライン MDS みたいな感じにですね、この PCA を高速化するという研究を長年やってました。今は全然やってないんですけど、僕の研究分野を紹介しますと、シングルセルオミックスっていう分野ですね。ちょっとこれ上のタイトル、関係ないで無視してください。なんか個体とか臓器とかを構成する細胞集団というのがいるんですけど、その細胞を、これまではバルク実験といって一回全部すりつぶした上で、細胞の中にある物質っていうのを検出する実験というのが行われていました。でここであの次世代シーケンサーで NGS っていう実験装置が出てきて、まあ、この実験装置を通すと、平均の発現量、発現量っていうのはある遺伝子から、出てきた RNA っていう分子がどのくらいの数あるかっていう値なんですけど、まあ、この細胞集団に対してこのベクトル1本というのが出てくるような実験というのがバルク実験です。なんですけど、ここ10年ぐらいで飛躍的に進歩したシングルセルオミックスっていう技術があって、まあ、一回こう潰さないで細胞一個一個をこう分離して細胞個々の発現量のプロファイルを計測するってことができるようになって、なんでもっと高次元な情報が手に入るようになりました。上と比べてこっちはベクトルなんですけど、こっちは遺伝子×細胞というふうにこう横方向に、まあ、いろんな細胞ごとに、発現量プロファイルが計測された、行列データというのが手に入るようになります。でですね、でそういう行列データに対して、PCA を実行するっていうことをやった研究がこれで、まあ、2019年とかですかね、やったのはベンチマークですね。あの PCA を計算するためのアルゴリズムって世の中にいっぱいあるんですけど、そのうちのどれが、このデータを解析する上で適切かどうかっていうのを、まあ、様々な角度で検証するということを行った、研究になります。で、まあ、ちょうど EMC ゲノムバイオロジーっていう雑誌が、特集号を組んでいて、まあ、スペシャルイシューですね。で、そこにこう投稿したらアクセプトされたっていうものなんですけど、まあ、この背景としてはもうバイオインフォ業界というのが解析手法が乱立してるんですよね。で、まあどの論文でも自分たちの手法が一番って言うじゃないですか。でもなんかじゃあどれが結局一番いいのかって分かんないよ
じゃないですか、ユーザーとしては。でこういうのはそのやっぱりその自分の手法の結果が良くなるようなデータだけしか公開しないですし、実際のとこどうなのっていうのをユーザーは知りたいわけで、そういう第三者が客観的、定量的、公平的に手法を評価するっていうのが重要になります。でなんか最近はもうベンチマーク論文っていうのも世の中にいっぱい出てくるようになりました。なんか同じベンチマークをしているグループが3グループとかあって、ベンチマークのベンチマークが必要になるような感じもするかもしれない。まあ、ちょっと紹介するのもキリがないんですけど、まあでも時間があるし紹介しましょうか。なんか次元圧縮、例えばですね、あのこの講義でひたすら次元圧縮の手法を紹介してきましたけど、PCA とか NMF とか ICA、グラフのエンベディングとか、まあ、いろいろあります。でこの分野ではまあTSNE とか UMAP とかそういう 低次元、一線形に、かつ二次元にマップするような、次元圧縮法が好まれていて、でこういうなんか細胞を一つ一つこうマップしてるんですけど、こういうなんか細胞の種類によって色分けした図をこう描いていて、同じ細胞型になっている細胞、細胞型になっている細胞同士がこうギュッと固まっているものが良いとか、なんかそういうので評価したりします。あとこの細胞型の色分け自体がかなり難しい作業で、それを行うための手法のベンチマークだったり、ちょっとこれもややこしいんですけど、実験にはバッチっていうものがあって、ある日計測したこうバッチ1のデータと、なんか次の日に計測したバッチ2のデータみたいな感じで、こう条件が変わってしまうとバッチが変わったっていうんですけど、そうするとその何らかの理由でそのバッチ間に違いが出てしまうんですね。でそれをどうやってそのバッチの影響は除去しつつ、細胞型とかそういう僕らが見たい、シグナルだけを取り出せるかっていうので、バッチエフェクト除去みたいな分野があります。あとシングルセルのデータは欠損値だらけなので、それをどうやって埋めるかっていう話だったり、プラシアン、こういうマップのところで説明した細胞の系譜っていうのをこう推定するみたいな分野も、ベンチマークがやられてます。あと実験手法も、データ解析じゃなくて実験手法も、比較っていうのは散々やられてますし、その、比較をするための、サンプルっていうのも用意されています。はい、まあ、こんな感じでベンチマークっていうのはすご最近すごくやられてますね。で僕の研究の背景としては、このシングルセルアーデンセックっていう実験技術がすごく大規模化していて、これは、横軸が時系列で、縦が、その時の、計測された最大の細胞数なんですけど、対数取ってて、で現在ですね、100万とか言ってますね。最大は200万ですね。なのでなんか遺伝子方向がまあ1000から1万ぐらいですかね。なんかそれに対してこう細胞の数ってのがもう10の6乗レベルなんですね。これあの R に読み込んで、まあ、Python でもいいですけど、即一分解とかやるわけにはいかないんですよね。あのまずメモリーに乗らないです。こんな巨大な行列をどうやってじゃあ解析するのかっていうので、いろんな取り組みがありますね。でちなみにこの、大規模化によって、いろんなプロジェクトが、走ってて、
ヒューマンセルアトラスとか、タブラムリスとかフライセルアトラスとかもう個体を構成する全身の細胞を全部測ろうみたいな、大規模なプロジェクトが、世界中で行われていて、まあ、そういうのができるようになったのもこういうハイスループとかのおかげなんですけど、ただまあデータ解析する側としてはかなり大変なデータで、どうやって解析しようっていうので、研究してて、で、これはデータ解析の流れですかね。この遺伝子発現量のマトリックスが遺伝子かける細胞あって、まあちょっと、よく変動するような遺伝子だけ取り出す操作はやるんですけど、やっぱり計算のボトルネックとしてはここの次元圧縮ですね。この千とか万とかある遺伝子をなんとか、数十ぐらい、TSNE とか UMAP ってあれば2次元にまで落とし込んでその後の解析に使いたいということなんですけど、ここがめちゃくちゃ計算が、重いで、PCA だけをまあちょっと今回フォーカスするんですけど、まあ、PCA といってもいろんな計算方法があるわけ でどういう、アルゴリズムとか実装がこのシングルセルの分野で使われてきたかっていうのをここでは表にしているんですけど、まあ、どれがいいのかっていうのはよくわからないですね。選んだアルゴリズムによってはすごく見落としが発生するかもしれなかったりとか、まあ、そういうアルゴリズム自体が不正確なせいで、必要な生物学的なシグナルが取り出せないっていうこともまああるかもしれないので、そこを真面目に検証してみようということで、やった研究ですね。ちなみにアルゴリズムとしてはざっくり、5個に分類をしました。この A と B ってまず分けてて、A っていうのがフルランクで計算する、固有値分解ないし特異値分解です。これは、1日目に相似変換っていうのを説明したと思うんですけど、上は、共分散行列を1回30対角化して対角化するという、やり方です。で下は特異データ行列 X の特異値分解で、上地上対角化した後対角化するっていう処理を行っています。これが LAPACが計算している、ゴラブ可搬法というものです。でこれフルランクなので、例えば10の4乗 ×10 の6乗っていう巨大行列だった場合、10の6乗本の固有ベクトルを計算しようとするんですね。あ、10の4乗か、まあ、小さい方なんですけど、ただ実務的にはそんなに高次元まで見ようとしないので、まあ、そんな高次元だったら次元圧縮する意味がないので、ランクでいうとそのトップ、まあ、数十ぐらいまで見れれば実務的には十分なので、この、フルランクで計算するっていう必要性がないわけです。なので打ち切って上の、トップ数十のこういうベクトルだけを求めようというトランケイテッドな、計算っていうのが B になります。で B っつってもこれは、ダウンサンプル、ダウンサンプリングですね。ランダムに、細胞をピックアップして、固有ベクトルを計算して、その固有ベクトルを使って、あらゆる、細胞の低次元の、表現を得るという計算になります。もう一つは、クリオフ部分空間法ベースのやり方で、まあ、1日目に話したべき情報
と、それの拡張みたいなものですね、もうひたすらベクトルを行列にかけていくっていうのを繰り返していくと、そのベクトルが、固有ベクトルになるという性質を使っています。3つ目は、勾配法ですね。目的関数の、固有ベクトル W における勾配というのを計算して、その勾配方向に、勾配方向かけるステップサイズ分だけこの W を更新していくということを行うんですが、この勾配って別に、データを全部メモリーに載せなくても計算できて、勾配ってこのデータ一行一行の計算の輪になっているので、読み込んでは計算するというのを繰り返していくことでこの勾配は計算することができます。なのでメモリーに全データ載せなくてよくて、なのでオンライン化しやすいっていう、メリットがあります。4つ目が、ランダム遮影型っていうやつで、これはランダム線形代数っていう分野にもなってるんですけど、1回データ行列をランダムにどっかに遮影して、その遮影したところで、QR 分解とかを、行って、で元の、高次元空間に戻すっていう、処理を行って、計算するんですけど、一回ランダムに遮影してしまえば、すごくデータがコンパクトになるのでメモリーに載せることができます。はい、でこれこういうのをまあ代表的なものとしてピックアップして、じゃあどれがいいでしょうっていうのを検証しました。まあなんかさっきのざっくりとした分類法で、まあ、細かくいろんなやり方があるんですけど、まあ、全部で10アルゴリズム21実装あって、まあ、今回は正解として、LA パックですね、フルランクの、特異値分解の結果っていうのを、まあ、ゴールドスタンダードといって、まあ、これを正解としました。ただ超巨大なデータに対してはこれが計算できないので、まあ、これはコードスタンダードとして使ってないです。で使ったデータは、実データは4つで、人工データは18で、こっちは、次元圧縮の精度を見るためのもので、こっちは計算時間とかメモリー使用量とかどれくらいスケーラブルかっていうものを検証するために、作りました。でこの中から、早いほどメモリー効率がいいほどスケーラブルなほど、まあ、良いということで、まあ、そういうものを選出 して、ユーザーに、これがいいですよっていうのをガイドラインを示すっていうことを行いました。はい、こっちのまあ精度っていうのはどういうものを見るかっていうと、まあ正解のこの細胞型のラベルがあったとして、それをうまく分離することができているかっていうのをこう見ます。あとは、まあ、近似的な PCA のアルゴリズムにありがちなその高次な主成分になるほど不正確になっていくっていう現象があるので、正解の PCA と近似的な PCA とのこの固有ベクトルの相関係数を見て、これがなんか対角な、対角線上にあるこういう要素が、相関係数が高いほど、良い手法みたいなふうに 見ました。あとは固有値ですね。どっか適当な、ところに遮影されていると、固有値が小さくなってしまうので、PCA の目的関数である固有値を最大にするっていう目的をきちんと達成できているかっていうのを見ました。あとスケーラブルっていうのは、こう細胞数をどんどんこう増やしていくに従って、計算時間がこう増えていきますし、メモリー
使用量もこう増えていくんですけど、まあ、どのくらい大きくなっても計算が耐えられるかっていうのをまあ見ました。でやってることがいっぱいあるので、まあ、こういう感じでこうサマリーみたいになってるんですけど、まあ、ちょっとこれを全部説明すると時間が足りないので、まあ、時間余ってるんで全部言ってもいいんですけど、なんだ実装名だけ言いますかね。実装とカッコパッケージ名になってて、これが R の PR コンプですね。これサイキットランの PCA、まあ、これ中身一緒です。 LA パックが実行されてるだけで、あとはジュリアの、PCA、 ダウンサンプリングしたもの、サイキットランの、インクリメント PCA、 R の IRBA、SVDs とか、まあ、こんな感じでこう R だったり Python だったり Julia だったり、なんかいろんな言語の実装があるんですけど、その中でこう高速だってことを歌っているようなものっていうのは、まあ片っ端から試したっていう感じになります。で結果なんですけど、これが実データですね。で、10の3乗4乗5乗6乗みたいな感じです。下に行くほどデータサイズが大きくなっていて、で、まあ、このくらいになるともう、PR コンプ動かないですけど、ダウンサンプリングして、だからデータを間引いて、SVD すればまあ計算できて、まあ、ただしそうするとこうクラスター同士がこうくっついちゃうような現象というのはこういろんなところで起きるわけですね。だから細胞型を分離するような規定がうまく選べていない可能性が出てきます。これは、これもなんか実装がオンメモリー前提なので、まあ計算ができなかったんですかね。で、これが勾配法で、これがランダム線形代数ですね。っていうので、まあ、まず計算できないやつがあるのと、手法によってはこういう不正確性が出るっていうことで、それはこっちでも言えて、こっちは次元圧縮の見た目で言ってるだけなんですけど、こっちはもうちょっと定量的に議論していて、この色分けっていうのが、さっきの5分類で、これは何だろう、ARI か、正解のクラスターラベルっていうのがあるときに、そのクラスターをこううまく分離するような、軸になってるかっていうのを見てるんですけど、まあ、小さい行列であればあんまり違いはないんですが、まずデータサイズが大きくなると、まず計算できない実装が、いっぱい出てきて、でしかもこう差が生まれていて、まあ、これで、不正確だなと思ったのが、この D、ダウンサンプリングと、勾配法の PCA ですね。というのが、まあ、ARI の値から見ると不正確でした。あとは、この工事の主成分まで見るっていう検証なんですけど、まずこれは正解の、合同スタンダードな固有ベクトルありきの話なので、まあ、小さい行列でしか試してないんですが、まあ、こういう感じですよね。さっきのダウンサンプリングしたやつとかなんですけど、横軸が正解固有ベクトルで、縦軸がこのダウンサンプリングの固有ベクトルだと思うんですけど、まあ、こういうふうに本来であればこういうふうに対角線上にこう、高い相関が示されるんですけど、ダウンサンプリングするとこういうぐしゃってこう PC4 ぐらいからだいぶ怪しくなってくるっていうような現象が起きます。だからこれが実装によっては起きて、スケーラーのインクリメンタル SVD とか、勾配法の PCA、 これは僕が作ったんですけど、まあ、そういうのも、まあ、ちょっと怪しくなってくるんですけど、まあ、ちょっと注目すべきは、
ランダム線形代数ランダマイズド SVD っていうのが思ったより結構正確で、1回行列をランダムに遮影している計算で、その遮影先っても本当にランダムなんですけど、まあ、毎回すごい正確な答えが返ってくるので、これ面白いなって思って、すごいここで注目しました。あとはあれですね、クリロフ部分空間法、まあ、べき情報の拡張みたいな手法ですけど、これもすごく正確ですね。これは、サイキットランなんで、エベーパックなんで、まあ、スケラブではないけど正確。はい、あとは、計算時間とメモリー使用量で、横軸にこう、試した実装が並んでいて、縦のパネルが使った実データで、この棒グラフの値が計算時間ですね。で、色分けしているのは緑の部分がその計算をする上で必要な前処理時間で、このオレンジみたいな色が、データを読み込んで PCA するまでの時間ですね。PCA が終わるまでの時間ですね。でこっちはメモリ使用量の最大値、計算していく過程の中で一番メモリ食ったところのメモリ使用量を見ました。でこの、図で、まあ、まずこの下の2つはもう巨大すぎて計算できないんですけど、まあ、実装としてアウトオブコアな実装っていうのを僕は作っていて、まあ、オンラインと同じなんですけど、データを全部メモリーに載せるんじゃなくて、逐次的にこうメモリーに載せては計算に使っていくっていうのを行う実装を作ってるんですけど、そういうアウトオブコアの実装だと、計算ができて、メモリー使用量削減もできていて、例えばここら辺の、すごく、メモリー使用量が小さいやつらっていうのは全部僕が作ったやつで、まあ、そういうアウトオブコアな実装というのがかなり重要であるということがまあ示されました。あとこれは、データの形式ですね、形式とあとデータの読み込み回数、横軸がナンバーオブパッセージって、このデータ行列をこう計算するたびにこうスキャンしていくんですけど、それを何回スキャンしたかっていうのが横軸で、オンメモリーな計算であれば1回全部このデータ行列をメモリーに載せるので、まあ、1回なんですけど、僕が作ったアウトオブコアな実装、オンラインな実装っていうのは、まあ、全部載せないで毎回こうスキャンするので、そのスキャンの回数と、計算時間っていうプロットを書きました。で、まあ、いろんなアルゴリズムでアウトオブコアな実装っていうのは試しているんですけど、でこの2つはですね、まずデータ形式が CSV、テキストファイルなので、めちゃくちゃ計算が遅いですね。でそれ以外はデータがバイナリーになっている状態から計算しているので、早く読み込むことができるので、ちょっとこの2つは外れ的なんですけど、これを除外すれば、まあ、基本的にどういうアルゴリズムを実装したかとか関係なく、計算時間っていうのはこの何回こうデータをスキャンしたかにすごく比例しているように見えます。でもう少し、深掘りしていって、だこのデータを読み込むってところがすごくボトルネックなんですね、計算のところ で CSV だとめちゃくちゃ遅くて、圧縮した Z スタンダードっていう圧縮形式で読み込んだのがこれで、これは何だろうな、1行と、ルームっていう、また別のデータ形式試したのと、ここら辺全部、HDF5 形式っていうやつなんですけど、
まあ、なんか高速に処理できる、データフォーマットの一つで、でですね、そこから、なんだ、その HDF5 に圧縮したデータを保存しておいて、5000行ずつ読んだっていうのはこれですかね。でこれが全行読んだやつで、これは圧縮の仕方を CSC から CSR っていうのに変えたやつで、まあ、いろんな工夫をしていって、まあ、なんか右に行くほど、高速に処理できるけど、その代わりメモリ使用量はかかってしまうと。でなんかこのメモリ40ギガも使いたくないっていう、状況を考えると、この5000行ぐらいで、済ますみたいな、この5000行って要するにこの1回のスキャンでこう5000行のブロックを切り出して、次の5000行というふうにこうざっくりとスキャンしていくような処理なんですけど、なんかそういう実装があると、計算時間は早くしてほしいけどメモリ使用量は40ギガも使いたくないっていう、なんかそういう中間のニーズにも応えられるので、なんかそこら辺のデータの読み込み方の工夫っていうのがいろいろ大事だってことを、示しました。でそういった細かい微調整ができる実装っていうのをジュリア言語で実装していて、onlinepca.jl っていうパッケージになっています。で最後ガイドラインですね。でこういう高速な行列の、PCA をどうやってやっていくかっていうことで、まあ、尺度としては、行数かけ、列数で、行列サイズ取った時に、まあ、10の8乗ぐらいであればまあ何だっていいわけですよ。LA パックでいいし、ただ10の8乗から10乗ぐらいになってくるとかなり厳しくて、そうですね、スパースなフォーマットに対応しているような実装がいいと思います。例えば R で言うなら IRLBA、ですかね、IRLBA パッケージというのが確かあって、その PRCompIRLBA とか、なんかそういうのがあるので、これがデータの、ゼロの値がすごく多いスパースな状況であれば、これの実装を使うといいかなと思います。 Python でも同じようなのありますね。まあ、ジュリアでもあります。あ、ジュリアないので僕は作ったんですかね。で10の10乗を超えるともうかなり、難しくて、まあ、それは今回のケースなんですけど、R で言うなら、アウトオブコア PCA っていう、個人が作った実装が GitHub に置いてあって、まあ、それが唯一実行ができたっていうものですね。でこれ中身は、ランダム SVD です。Python で言うとインクリメンタル PCA。ジュリアは僕が作ったやつで、アルゴリズム671とか、なんかそういうやつがあって、まあ、こういうのがアウトオブコアで、かつ、密行列の時に計算できる実装 で、アウトオブコアかつ素行列だと、まあ、かなりの高速化が、低メモリーな計算が、期待できるんですけど、このアウトオブコアっていう話とスパースっていう話を両方兼ね揃えている実装でなかなかなくて、 R とか Python でも、まだなくて、そこを頑張って、ジュリアで作った実装っていうのが今ある状態ですね。でまあ精度で言うなら、まあ、LA パックが一番いいんですけど、そこまで完全に正確ではないけど、そんなに悪くもないものとして、
クリロフ部分空間のやり方とか、ランダム遮影型っていう SVD が今回は結構使い物になるってことが分かって、そういうアルゴリズムの話と置いといて、計算を早く終わらせるっていうのにはどういう実装になっているのかっていうのがすごく大事で、2つのトピックがあって、こういう、データ行列をこうスキャンして計算していくっていうアウトオブコアっていう話と、あと、素行列形式を使う、スパースな実装っていうのがすごく重要だってことを示したっていうのが結論でした。この話で反響があって、なんかこのなんだフロー上ってところから、なんかそのこの論文をもとに、なんだアウトオブコアな PCA を開発して使いましたみたいな、開発したんじゃない、これはあれですね、 PFI の岡野原さんが過去に作った RedSVD っていうのがそういう方向性の実装で、アウトオブコアかつスパース形式に実装して使えるようにしましたみたいなので、すごく高速に13ギガメモリで数分で終わるようになりましたっていう、このなんかメールが来たりしました。これはいいか。はい、以上です。何か質問とかあればどうぞ。まあ、ちょっとややこしいかもしれないですけど、そう思いますね。逆にそのどっかで不正確には必ずなるんですけど、まあなんか ここら辺ですかね、最後のことが。ここはじゃかなり難しいんだと思うんですよね、なんかランダムノイズと区別がつかないぐらい分散が小さい細胞たちが関係していると思うので、そこは結構何使っても難しいとは思うんですけど、まあ、ただクリロフ部分空間とランダム SVD はかなり精度がいいですね。ああ。まあどっちでもいいと思うんですけど、PSNE とか UMAP とかで2次元に遮影しちゃってますけど、あれも前処理として PCA やってて、そうですね。そう思ったんです。そうですね、本気で正確な巨大な行列の正確な固有ベクトルを求めたいんであれば、やっぱり理研のプロジェクトみたいに、スパコンでなんとか計算するって方向に行くんで、
うん、まあそうですね、まあ、ちょっと僕実は理研に配属された時にスパコンやろうかなと思ってて、その当時はスパコンの K っていうのが出ていて、なんか製薬企業とかも使って創薬ターゲット見つけたいみたいなことをいろいろ言っていたんで、なんか面白いんじゃないかなと思って、まあ、この、シングルセルの解析とかもそうですね、まあ、なんか説明会までは参加したんですけど、まあ、だいぶそのバイオロジーのニーズとかけ離れてる感じがあってなんか他の業界だとスパコン使う人たちって、まあ、まずなんかその業界でこうみんなが認めているその代表的 なんかモデルというか方程式というかそういうのがあって、それをもう何時間分シミュレーションできたら、それがなんかすごい面白いとかそういう感じがあって、まあ、宇宙物理とかもそうですし、なんかのシミュレーション、なんだタンパク質のシミュレーションとかもそうなんですけど、ただそれをやるためにその説明会に出て審査を受けて、ようやくこう、この日から1週間だけは占有できますよというこういう許可が与えられて、で そこでまあログインできるようになるんですけど、なんかそのバイオロジーの現場での次元圧縮の使われ方とだいぶかけ離れていて、さっさと使いたいんですよでさっさと終わらせたいっていうのがあって、そんな申請書なんて書いてる暇ないし、そこが、メインじゃないんですよね。データ解析っていうのもいっぱいいろんなステップがあるわけで、 PCA なんてのはそのごく一部でしかないわけですよ。で それが終わってもまだいくらでもやるべきことがあって、しかも何回もトライアンドエラー繰り返すから、なんか一回やって終わりじゃないわけですよね。そこがかなり他の分野と大きく違っているので、僕自身はそこでスパコンを使うのはやめて、その代わりに、普通のパソコンとか、まあ言ってもまあ500ギガメモでいかない程度の中程度なサーバーマシンとかで、なんとかそれでもまあ頑張ればでかい行列もなんとか計算できるってとこをまあなんか示したくて、まあ、こういう感じの研究をやってたっていうのがまあそもそもの経緯ですね。だからなんか結構気持ち的にはなんかアンチスパコンみたいなのがこの背後のテーマにはあって、これなんですか、こういうのとか、まあ言ってもまあ40ギガとかじゃないですか。まあここ読み込む行数をコントロールすれば10ギガで抑えることもできますし、ここまでいくともう普通のこのラップトップでも計算できるぐらいなので、まあスパコン使わなくても解けるわけですよ。なんかそういう感じでこう、まあ、もうちょっと頭を使えばスパコンまでいかなくてもなんかその中間のところでこう頑張れるやり方があるっていうのをなんかこの論文で示したっていうのがまあ趣旨ですかね。はい。はい、あと何か、質問とかコメントとかありますかね。あ、どうぞ。一番最後の、アウトオンスコアかつパーツで、はいはい、ダールドパイソンの方にはパーツの方がないので、本当にあんまり楽しいなと分かったら大変申し訳ないです。はい、データアナリティクスとスパートアナリティクスのアルゴリズムとははっきり言うのは、はい、
アルゴリズムと直接、アルゴリズムの話とどう実装するかっていうのはちょっと別の話なんですけど、スパース行列に、向いてるアルゴリズムとそうじゃないやつが確かにアルゴリズムにあって、クリロフ部分空間的なものですね、べき情報とかもそうですけど、ああいう、ベクトルを同じ行列に何回もかけるようなアルゴリズムはスパースマトリックス、やスパースな、フォーマットで計算するのにすごく向いてます。なんて言うんだろうな、例えばこう素行列がこうあったとするじゃないですか、もうゼロだらけみたいな、これを、PCA したいからってことで、行ごとに、まあ、例えば平均値引いたとするともう全部、スパースで壊れるんですよ。なんかここ 0.0 だととか、なんかマイナス 0.2 みたいな数字入って、なほぼゼロ要素が存在しない行列が出来上がってめちゃくちゃメモリー食うようになるんですけど、こういうの組成が壊れるって言うんですけど、この組成を壊さないで、計算できるアルゴリズムがスパースフォーマットに向いてます。で、例えばこのその行列をいじらずにそのまま、計算に使い続けられるべき情報はすごくスパースマトリック、スパースな計算に向いていて、でだから IRLBA とかも ILAM とかそういうのもべき情報ベースなんで、それ系も全部なんかスパースな実装に向いてますね。向いてないのもあるかな、向いてないのもありますね、きっと。この組成壊しちゃうようなやつは全部向いてないっていうイメージですかね。まあ、ちょっと僕はアルゴリズムマニアみたいなとこがあるので、いろんな PCA の論文読んでは実装っていうのをひたすら趣味的にやってきたんですけど、あでこういうなんか中度コードって、まあ、アルゴリズム表ですね、まあ、そういうのいろいろまとめ毎回まとめてるんですけど、例えばこれ、第1回で1日目にやったゴラブ可搬法ですね。XX 点値が共分、あグラム行列ですかね。で、こう、なんだ、共分散行列とついつま合わせるために、M っていう値を割るんですけど、ハウスホルダー変換して対角化して、こういうベクトルを求めてるみたいな、こういうふうに書くんですが、まあ、いろいろ試してまして、例えばこれですね。これがランダム、ランダマイズと SVD、ハルコの手法とか言ったりするんですけど、まず、データ行列が X だとして、が M か N だとして、ランダム行列オメガが N か L だとします。で、X とこのオメガかけると M か L になりますね。それが Y0 です。そうすると M か L で L を小さくするので、ちょっとコツがあって、圧縮したい次元よりちょっとだけ大きい値にするっていうのが L なんですけど、例えば10次元に落としたいのであれば12、3とか15とかそのくらいに落とすんですけど、でもまずここで劇的にデータが小さくなりますね。この行列で言うのであれば10の
3乗かけ10の6乗だったものが10の3乗かけで10ぐらいまで落ちるので、なんだ10万分の1ぐらいまでデータがサイズが小さくなります。でこの小さい行列に対して普通に QR 分解をします。で、直行な規定である Q0 というのが求まります。でこの Q と、X 点値をかけてもう一回 QR 分解してその Q を X にかけてもう一回QR 分解するっていうのはなんか2回こう QR 分解するとこあるんですけど、そうすると新たな Y っていうのを計算できて、これを繰り返して Q を計算して最後その Q を X にかけて特一分解した U シグマ V 点値の U を Q とかけると元の巨大行列で計算した W と同じサイズの W が出て、計算が、終わると。でこうここに乱数あるからなんかこのステップでめちゃくちゃなことが起きてそうじゃないですか。なんか本当にどこでランダムな遮蔽がされてるのか全然わからないですし、なんですけどこれはかなり正確な結果を出すんですよね。でクイロフ部分空間の、手法と同じぐらいの精度が出るので不思議なんですけど、でまあ実装はできてるんですけどなんでそんなに正確なのかまでは僕は理解できてません。あとね、Facebook の人がこのハルコの手法をさらに拡張して、QR 分解じゃなくて LU 分解を使って、L っていう行列を使ったバージョンでも解いていて、こっちの方がより正確ですね。これは、なんとかの手法とかないんで971って名前がついてたんでそれにしてるんですけど、でもこれもかなり正確で、なんか巨大行列を固有値分解したいっていう場合あればこれは結構おすすめです。R の関数で言うなら RSVD っていうパッケージが、それを実装していったかなと思いますね。そうみたいですね。なんかランダムに遮蔽してもある程度情報は持ってるみたいですね。にしても正確、感覚と合わないぐらい正確なんで。高次元のことはなかなかイメージがつかめないので、そうなのかな。
別に何でも遮蔽してるから大きさ的にも変わらないと思うんですよ。ああ、遮蔽してる大事なインターセンターに自分は変わらないと。まあでも相当ひどい遮蔽をすればそれも崩れたりはするんじゃないですかね。相当ひどい遮蔽っていうのは起きるかですけど、ゼロなんです。この次元からランダムに十字形に移したときに、相当ひどい方向の可能性があるので、ゼロなんです。直行してる側とかに行かなきゃいいわけですよ。いや、その感覚が僕は持ってなかったんで、すごいなと思って。いや、でも、だからその固有的と直行してる方向に遮蔽しないっていうのが大丈夫なんですよ。公共空間で直行してる方向になる可能性っていうのは、ほとんどゼロだから。まあ、こういう値が、こういうベクトあったとして、こう分布してたとして、たまたまランダムにここ選んじゃった時ですね。二次元だとなんかあれなんですけど、本当は B と B って二次元だから直行次元の大きいですね。はい。あ、そうなんですね。ちなみにこのランダム線形代数っていう分野がもう結構確立されてまして、これはランダム PCA ですけど、ランダムいっぱいあって、ランダム LDA とか PADS とか CCA とか、なんかランダムなんとか証明みたいなのがいっぱいあって、全部このハルコの手法ベースなんですけど、全部1回ランダムな低次元に遮蔽して、使うっていうことをやっているので、なんかデータが巨大な、場合は、結構使えると思います。はい、あと何か、コメントとかありますかね。シャルトルメモディはスパースじゃないと使えない。いや、関係ないです。二つは別のことです。スパースであってもメモディに乗らないくらい巨大になった場合はそうです、ね、その超極端なケースっていうのもそう、非ゼロだけ選んでもまだ乗らないっていうようなそれがこれですね。あと、ここはカツスパーツですね。そんな実装はないんですよ。なるほど。はい。はい。はいはいはい、ありましたね。はい。はい、そうですね、やっぱりモデル生物種っていうのがあって、まあ、地球上にいろんな生き物いますけど、みんながみんな勝手に好きな生き物やってるとこう知識が分散されちゃうので、ある程度代表的な、その種の代表的な、生き物っていうのを選んでやっていて、
まあ、人もまあ言っちゃえばモデル生物種なんですけど、マウス、ラット、ハエもそうですけど、線虫とか、なんか植物でいうと白犬、ナズナとか、なんかそういう特定の代表的な生き物があって、そういうところからまず、片っ端から測っていこうっていうのが、業界の雰囲気ですね。アリ、アリ。はいはい。はいはいはい。膨大感、ああ、その場合 PCA のデータ点って何ですか？なんかオミクスとかデータの点一つ一つがアリの個体みたいなイメージですか？ああ、まあ、何かしらそのアリの体の状態を測ったオミクスだったり何かしらの数値だったりっていうのを PCA でやりたいというか、そういう研究があるか。ありか、ありか。いや、でも、なんか、調べてみたら、そういうことやってる大学はあるかもしれないですよね。あり、蜂もそうかもしれないですけどね、社会性でも。虫だとどこかな。農研機構とかだとちょっと野菜果物とかになっちゃうかもしれないですけど、アリか、ちょっと僕の知り合いの範疇でアリやってる人いないか分かんないですけど、あ、でも興味あれば、あの Google スカラーとか PubMed とかで、なんかアリPCA とかアリオミックスとかで何でもいいんですけど、なんかそういうので検索すると出てくるので、なんかそういう論文まずは読んでみたらいいんじゃないですかね。